時刻は零時を回りました。リオチミタイトルラジオ第七回目が始まります。皆さんこんばんは、えー。埼玉から移住したリオチです。そして。<laughs> M 機能湾の山内です。<laughs> よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで七回目がまた始まりましたけども、うん、皆さんどんな一週間でしたかね。りょうちさんはどんな一週間でしたっけ？<laughs> <laughs> 逆に聞く。っていう <laughs> <laughs> 僕が知らないですけど。でもあれこの前あの何だ感謝祭でしたね。あの時はありがとうございました。楽しかったですいえいえすごく。楽しかったですか？はい。大丈夫？ ちょっと二次会行けなかったですけど。だから二次会がめっちゃ盛り上がるっつって。<laughs> あ、そうなんですか。まあ一時会も盛り上がりましたけどね。そうですね。うん、行きたかったんですけど、次の日の仕事がちょっと早すぎたんで。あ、そうですか。はい、残念。ちょっと、い、二次会行ってた、もしかしたら起きられなかったかなと思いながら、ちょっと仕事してました。へ<ー> <laughs> はい、あ。いろんな人と喋れました。あ、あ,あんまり人見知りだったか、ちょっとあんまり絡めなかったですけど。うん。 ね、ちょっと残念だったなっていう、<laughs> その人見知りがこれがダメなんですよね。いや、ダメだよね、人見知りももう、りょうですから。<laughs> いや、私は本当はバンバン話しかけたいんですけど、うん、ちょっと勇気がね、ないんですよね。勇気がない。勇気がないんですよ。だから、ま、町になっちゃうんですよね。うん、話しかけられ町みたいな。は,はい。でも、話しかけられて、ちゃんと話した。あ、そうですね。はい。うん、でも、大体、なんか、酔ってたんで <laughs>。 覚いやなんかやっぱり、うん、なんだろう外で飲むと暑いから酔いの周りが早いイメージがやっぱありますねは,はいはいはい、ね、いつもと同じなんかペースで飲んでるけど、うん、ちょっと酔っちゃったみたいな雰囲気もねあるしね最近よく家で飲んでても記憶飛ばすんですよね結構飲むねやばいですね空数がやばいですね すやばい,いやーあれ美味しいんですストレートで飲むんですよねあそりゃ、はい、40度ぐらいあるからそれはまずいねまずいですよねでも美味しい飲み方よね <laughs> 本当はねそうですね最近そのちむどんどん見てると、うん、たまたまに先週ぐらいの放送で空気飲んでるの買って、うん、もう見たら飲みたくなっちゃってちょっとまた あれなんですよ。空想を開けちゃって亀に入ってるんですけど。亀持ってるの。二つ一ちあります。ちっちゃいです。ちっちゃいやつ。<laughs> すごいな。それちょっと飲んじゃいましたね。うん、あれはその飲み方はストレートなの？空想はなんかストレートで飲んでますね。あ,あ、それもなか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 よ。え？<laughs> でもそっちの方が美味しいかなと。<laughs> 確かにあの美味しいと思いますけど、うん、危険ではあるね。 危険ですよね。危険です。また空はまろやかですから、飲みやすいですから。ああ、そうそう、飲みやすい、飲みやすい。せめてね、ロックがいいですよ。ああ、ロックね、ロック、ロックの方がいいですよね。せめてね。せめてね。本当はストレートがいいですけど。はい。まあ、それで、自分を鍛えるというのも。お酒で鍛えると。お酒を鍛えるというのもありかなと思います。いいですね。はい。じゃあ、えっと、今日の。うん。 えーとラジオネームじゃない <laughs> 何を言ってるんだ私は <laughs> タイトルタイトルテーマテーマか、うん、テーマ、えー、とがですね山派海派陸派そうです <laughs> 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 えっとこれが、えー、とラジオネームタガボさんからお<う>えと募集していただいた、はい、えと内容になってますちょっとリスナーさんからテーマをなんかね 募集したら、な、面白いかなと思って、やったんですけど、はい。<laughs> いや、面白いと思いますよ。本当ですか。うん、はい。さっちいさん来てますね。今日のりょうちおかしいぜ。<laughs> なんで、<laughs> いつもと変わんないけどな。暑いからかな。<laughs> <laughs> <laughs> ああ、少ないですか、最近。最近どころか、もうずっと暑いです、ね。ずっと暑いですよ。いや、暑いのも苦手なんですよね。でも、まだましってよ。あ、本当ですか。うん、だって。 リオチさんが住んでた埼玉もっと暑いでしょなんかこの前熊谷で結構40度ぐらいまで行ったっていうニュース見てうん、うん、やばいですよ沖縄40度行かないですからあそうですねいったらニュースになるかもしれないですね、うん、いやー本当に燃える燃えて溶けちゃいますねはい <laughs> <laughs> そ,そこまでではないです <laughs> <う>はいうささん来てます SN S で技能ねん、うん、SNS で SNS でバレットの屋上でもビアガーデンやってるのを以前見かけて同じ感じかなということですね FM 着の屋上のビアガーデン俺も行ってみたいなということですごいねしかもあれだったでしょうそんなに暑くなく日がちょっと傾いたら風も気持ちよくてよかったです本当にビアガーデンなんてすごい久しぶりです本当 五六人行ってないと思います。はいはいはい。いいですね。じゃなんで<の>本当に良かったですよ。うん、ビールが美味しかったり本当に。してご飯も美味しかったしね。はいはい。うん、ポテトばっか食べてました。えなんで？<laughs> ソーセージ食べようぜ。あ、ソーセージも食べました。ポテト大好きなんですよ、ね。あ、そうなんだ。ポテト大好き人間なんで。ポテトも美味しかったね。はい。そう私がよく行く居酒屋さんで。 妹娘って頭で呼ばれててあのさどっかでさめっちゃ美味しいポテトがあるんで今度また教えようあはいお願いします、はい、<laughs> じゃ今日のテーマ、うん、あれでメール何通もいただいてるんでおー何通もはいすごい、ね、ありがとうございます皆さん、はい、ということで早速1通目ちょっと読ませていただきますね、うん はいさいシーサーボーイって何ーーーイいつも気になってるんですけど、うん、シーサーボーイって何なの私もね、えー、夏って言ったら海やさ山は蚊とかハブとか虫が死にいて嫌いと、うん、なんか死にいて嫌いがカタカナなんです <laughs> <laughs> 確かにね、うん、なので夏に限らず海派ですお海,海,海そんな虫いないですか海はいないなね 皮はめっちゃ大きいのとかいっぱいいるよああ川じゃん川もいるしなんかさあぶみたいな, <laughs> なんかえたいの知らないのはいはい、はい、なんか私の今家、うん、あのそう空襲飲んで、うん、なんかもうすごい酔っ払って、うん、窓を網戸を開けっぱなしに寝ちゃってあもうこれは自殺行為です <laughs> そっから虫がすごい今家にあの いらっしゃるんですよね。そうなんだ。たくさんいらっしゃっ水槽に卵も産んでるはず。でも食べちゃいます多分水槽の魚が。びび、はい、<laughs> ると思った <laughs> ちっちゃいなんか変ななんかうよゆい,いて、うん、殺虫剤でシューってやってるんですけどうん、うん、全然減らなくてうん、うん、な困ってるんですよ。羽やにも羽やれたと雲もいます。雲もいる。ちっちゃい雲もいて、うん、で。 次の日気をつけようと思って同じやっぱ空想飲んで、はい、同じことをやっぱ繰り返して <laughs> さらに虫が増えたんですよねそれはもう虫部屋だねなんでちょっとなんとかしないとなと思ってる今日この頃のりおちさんですじゃあこれさ来週のテーマで虫ってやったら <laughs> 虫 <laughs> <laughs> 虫の何なんですか虫の対策を教えてもらったりああいいです、ね、虫ってこうよねみたいななるほど いやすごい沖縄結構多いですね虫さんがそうね部屋あ<の>んあどうぞどうぞ蚊とかはさやっぱりこう厄介じゃないですか厄介ですねあのこの辺もあるでしょ耳元とかはいはいはい下はも眠れなくなるじゃないそうですねあれはちょっと困ります、ね、だから2次被害3次被害を受けるわけですよ <laughs> 蚊だけでだからね網戸を開けるなんつうのはも,うもってのほかですね <laughs> なんで開けて寝ちゃうんでしょうねなんかよくわかんないんですよね何をてっていうかさ内地にはいないのそんな庭いや私の実家とかは全然虫入ってこないえ当ですね川入ってきますけどさすがに川側側は,はいないですねなんでだろう、うん、だってさ沖縄だったらゴキブリ普通に入ってくるもういるはずよああゴキブリでもゴキブリはまだ見たこと見たことありますけど家の中では見たことないですいやもうやばえ <laughs> 君はちょっとボスですね。ラスボスなんでちょっとまだ出てこないです。本当はい。じゃあ今からだね。じゃあ次のメール行きましょう。岩内さんこんにちは。埼玉の蜂蜜一家です。あいつもありがとうございます。夏はやっぱり海派です。やっぱ海が多いですね。夏に限らず海派です。おお海。 海派ですね。やっぱり埼玉は海がない県なので、海に憧れます。わかります。そっか、埼玉ないんだ。そう,そうですよね、りさんといただいてんですけど、そう、その通りです。埼玉県民はみんな海に憧れると思いますね。うん、へーはい。そっか、それでじゃあ、ちょっとね、遠出して、神奈川とか行っても、汚いもんね。汚いです。<laughs> 神奈川県ご。ごめんなさい。すいません、はい。え、砂浜がまず黒いんだよね。そう、真っ黒ですね。そうそう、それがね、やっぱちょっと変な感じです。変な感じ。変な感じ。私たちはそれで、まあ、育ってるから。だって、普通にさ浜とかでさあ。寝、はいね、転がったら、黒いのがつくわけでしょ。で黒いですね。真っ黒。<laughs> なんかなそうなんですよね。埼玉の同、ね、じ埼玉県の友達が。うん、あれなんですよ。あの、海って。 あの潮が引いたりとかあるじゃないですかうん、うん、それを知らなかった人がいて「えみたいな「潮の道引きってあるの?」みたいなそっか大変だね <laughs>、はい、それは <laughs> ねちょ,ちょっと衝撃だなさすがに私もそれは衝撃でしたでもそういう子はいるんですよ教えて <laughs> はい <laughs> だそういう子が多分ね あの何も知らないので海に行ったらもしかしたら危ないかもしれません危ないですね。すよちょっとね、私もちょっとこっちに移住して潮の道引きをあんま考えないであの橋の方行って、うんうん、瀬底島なんですけど、うん、あの瀬底ビーチの奥の方まで行って潮が満ちて帰りなさそうになったっていうちょっと事件があったんで、<laughs> あ,あ、でしょ。怖いですよ、はい。怖い、本当に怖いと思いました。だからさ、ちょっと僕は。 観光に来る人にも言いたいんだけどやっぱり海危険ですから危険ですね毎月毎月じゃ毎日やっぱり水難事故とかはそうそうそう夏になると結構効くんで皆さんも気をつけましょうねしかもさあの漫画家さんがんかサメに噛まれてなくなったでしょそう遊戯王の作者さそうそうそうだからね海なめちゃいかんよって話なんですよほんですね何でしたっけえと北部の方ですよね多分怖いよ サメに噛まれちゃったってことですか。多分。ジョ、ジョーンズみたいな。上手ね。あ、ジョ、ジョーズ。うん。ジョーンズだったら、人の名前になっちゃうからさ。<laughs> しかも、考古学者になっちゃうから。<laughs> そうなんですか。はい。はい。いや、怖いですね。<laughs> すねジョ、ジョ、ジョーンズ,ジーズ、うん。ジョーンズって、間違う方がちょっと怖い気もしますけど。<laughs> え、え、ジョ、ジョーズって、サメっていう、ジョーズっていう名前のサメなんですか。 なんなんですか、ね、映画ですね。なんで上手なんですかね。<laughs> なんでかな。そのサメの名前じゃなくて <laughs> そのサメの名前じゃないですかね。あれスピルバーグさんですよね。そう,そう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 。ジュラシックパーク。うん、そうそう,そう新作がやるって言うんで今上手上手じゃないです。ジュラシックパーク。<laughs> なんだ <laughs>。そうあれをちょっと楽しみにしてます。あれだからあのハブクラゲとかさ。 白海、はい、水族館にいたらなんか危ないよみたいなので言いますよねそうそうそうでさなんかもう本当に何の変哲もない貝がさ猛毒持ってるっていなあそうなんか怖いそ,れた怖いそなんとか貝っていうやつがいるんだけど、はい、そういうのもいるからさそ怖いですよねちょっと気をつけてほしい。そうよ だからせっかく沖縄に来たんだからさ、ああいうことにはなってほしくないですよね。そうですね。やっぱ海は浜辺で見るだけでいいです。うん、いや、まあ、泳いでもいいんですけど、<laughs> 気をつけてっていうことですね。<laughs> はい。ゆうさんも泳ぎましょうよ。そうですね。気,、うん、気が乗ったら。ちゃんとビキニ着てからに。<laughs> ええー、いやですよ、絶対に。内地の人みんなビキニ着てるじゃん。着てますね。よく着てるなと思って、すごいですよ、うん。だから大丈夫だよ。<laughs> も内地の人だから。 私はなんかもう本当だるまみたいな体験なんで <laughs> <laughs> そうでもないですよ見てたらコロンコロンって転がってそのまま流されていっちゃいますでもさ中国の人はだるまみたいな人でももうびきに来たりあ,<ー>あの<ー>このブーメランパンツ履いてたりするから大丈夫だよ <laughs> いいですねなんか<う>んフリーで <laughs> じゃあ次行きましょう「<はい S 2> リオち暑さに負けず頑張ってください」 よぎしこジャパンお。お、よぎしこさん、久しぶりだね。うん。いただいております。よぎしこさん、いつもね。あのテーマ関係ないですから、ね。<laughs> いいと思います。いいと思います。いいと思います。はい、本当、そういうの好きです。うん、ええー、もう暑いです、本当に。じゃ、なんで沖縄来たんだよって言われちゃいますからね。<laughs> <laughs> いや<ー>。前でも、暑い。なんていうの。 それ関係ないですよ。だって暑いのは暑いから。そうですね。うん、まあ内地の方が暑いし。そう,そうそうそう。そう。避暑地だからね。沖縄今。避暑地。避暑地。避避避暑地。避暑地って何ですか。避暑地ったら、えっと、暑さを避ける。場所のことです、ね。ああ、はいはい。まあこっちの方が涼しいからってことです、ね。そう,そうそうそう。なるほどです、ね。えー、じゃあ次行きましょう。うん。 リオチさん山内さん、こんばんは。んんはテーマ採用ありがとうございます。ということは、たぶん、高尾さんですね。さて、夏といってもレジャーには遠遠い私、猛暑の昨今、うん、どちらかといえば、陸ですね。へ,<ー>へは箱,箱物に行くことがいいんじゃないかと。あ、なるほど。室内ですね。うん 沖縄ならイオンライカム三栄など住んで楽しく過ごせるよね確かにあのショッピングモール的な、うん、ですよね山もあ海も山も、うん、冒険心かっこ乏しい私にはちゃんとフリーカナ振ってくれてありがとうございますそうですね安定の陸かっこ平地がよろしいかとラジオネーム高尾さんといただいてますどうですかいきますそういう箱物 うん室内、うん、まあでも昔は結構ショッピングモールとかでウィンドウショッピングめっちゃ好きだったんで、えー、でも基本なんかそういうインドアな感じがしますよリオチさんはインドアっていうとあの引きこもり的な、えー、じ,ゃじゃないですけど <laughs> その <laughs> 山とか海とか川とかでイエーイってやりそうにない、ね、あない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 ですいや,や,だや山行っても、うん、なんだろう ずっとそこに座ってるみたいなだからそもそも山にも行きそうになるあ,あんまり行かないですねでもキャンプとかはしてみたいですよそうね毎行もね、うん、ソロキャンやろうねソロキャンで一人ってことですかまあ一人が集まるソロキャンね <laughs> それってソロキャンなんですか、ね、<laughs> もうその辺はほら沖縄だからな,な、なるほどですね、はい たださこの僕はなぜ僕も別にキャンプが好きなわけじゃないんですけど何がいいかっつったら僕言われたんですよキャンプ好きな人にこのキャンプの魅力まずキャンプファイヤー焚き火をする海辺ね砂浜でで波の音聞いて火見ながら酒飲むんですよでママみんな持ち寄ってね食べ物はそこで焼いて食べたりするじゃないですか で音楽もかけれるんです。うん、最高じゃん。最高でぱってみたら星が見える。あもう素敵、超素敵。でしょ。これもキャンプやりたくなったでしょ。あやりたくなりました。だけどみんなで行ったら、みんな気使うじゃないですか。ああ、なんかテント戻るの、え、夜中戻るのみたいな。あもうソロキャンだとみんなで来てるから、自分のタイミングで寝れるんです。あなるほど、なるほど。そういうことか。 で翌朝ちょっと早く目が覚めるじゃないですか、うん、そういうところってあんま寝れないからしたらも熱いコーヒーを飲むんです、はい、海見ながらあいいですね最高最高の贅沢じゃないですかこれ以上何があるのっていう <laughs> 確かにサッチーがソ,ソログルキャンのことじゃないの <laughs> そうですねえ、ソログルキャンい厳密に言えばソログルキャンかもしれないですねうん なんだろう、ソログループキャンっていうのがそういうことなんですね。ソログループのキャンプですね。あ、なるほどですね。勉強になりました。いいんじゃないはい。じゃあ続いて、えっと昼は海派で夜は山派のケンジさん。昼は綺麗な海を見て夜は露天風呂に入りたいかな。あ、なるほどね。なるほど。そういう山派か。いいですね。それ最高だと思います。 確かに露天風呂って沖縄にそんなになないいですよねないっすねこの前内地から私の同級生の子たちが来たんですけど、うん、あのどこだっけ瀬長島じま、うん、島のホテルに泊まってうん、うん、その時は露天風呂に添いさに入りましたね、うん、部屋に温泉が入ってあったんであああります、ね、うん。たね、うん、あそこは上等でしたえそれは女子でみんなみんな女子いやあれは野郎が2人 <laughs> 2> え,へへへえ婚約したの いやいやいや違います違いますよ。彼らはあれか、うん、あのダイヤクちゃんとか言って、私はヘアブロー入ってみたいな。あらいいですね。はい。そっかいいなそれも。<laughs> なんか背中に泊まったら海も楽しめるし、<laughs> はい、そういう温泉も楽しめるし最高ですね。あそうですね。あ、うん、メイちゃんさんが沖縄露天風呂あるよ。沖縄にってあれですかねあのアロマ？ああのね。 北谷の、あ、アルマアもすごい最高なんだけど、北谷もいいですよ。北谷もあるんですか。北谷もこういう温泉施設があって。あそこはいいよ。いいですね。水着で入れるし、そのまま海も行けるんですよ。え、あ、そのまま。そのまま。そんなとこあるんです。そう。あそこいいよ。どこですか。北谷。北谷。あのビーチのとこ。北谷。 温泉チラ,ユ,チュラユ、チュライユ、チュライユ、あ、聞いたことない。え、うん、いいな温泉入ったらビール飲みたくなっちゃうんですよね。あ,あいいじゃないですか。ねだから帰りは大好家、うん。あそうそうそう。温泉はでも冬行きたいけどね。あ確かに冬、寒いときに入るのすごい最高ですね。ね本ほんとにな。チュライユは夏行った方がいいかもしれんな。朝水、うん、きで。そうそう、ビーチ入れるから。ああ、なるほど。うん サンセットビーチのところにそうそう <って S 2> サッチさん<あ>その通り。なるほど。いいよね、あっちね。ちょっと要チェックですね。要チェックです。じゃあ次。リオチさん、ミキサーの山内さん、リスナーの皆さん、こんばんはしょい。収録生配信お疲れ様です。採用されたら初のラジオネーム、ムサシと申します。武蔵さん。よろしくお願いいたします。はい、リオチさん、先日、フリムーンラジオへの。 ゲスト生出演お疲れ様でした、はい、ではでは本題へ本日のテーマ山派海派陸派基本は陸派で、うん、食べ歩きが好きなんだけどお海やビーチは水着武キニギ <laughs> ャルも堪能できるし <laughs>、うん、ビーチパーティーもできるできるし以前ラジオのオフ会で弟と出かけたトロピカルビーチでのバーベキューは リスナーの皆さんやパーソナリティの皆さんに出会えて楽しかったので、基本は陸が陸派ですが、たまには海派になる武蔵です。リオチさん山内さんは山派海派陸派どちらかですか教えてくださいお願いします。<う>と来てます、ね、そうそうもうねあれだしリオチはどっちなんですか。でもやっぱ海かな埼玉県民は。<laughs> えー、そうなんだ。 いや海ちょっとずっと見て、うん、なんか疲れを吹っ飛ばすみたいなじゃあ遊ぶとしたら普通に遊ぶとしたら陸じゃないですか陸で何すんの <laughs> 飲む <laughs> の飲むのもそうですねでも海でも飲みたいけどでしょううん友達と遊ぶんだったら、うん、まあ本当にショッピングモールとかうん,うん、うん、でまあ 衝動買いしちゃうんですけどね。じゃあ、デートで行くとしたら。デートで行くとしたら。ね、決めてください。必ず。どこ、どこでもいいですわ。なしにしようぜ。ドライブ。<laughs> <laughs> ドライブ。それ、どこにもないですよ。ドライブはって。あ,あ確かにそう。陸か山か海かですよ。ええー。うう、海の、海で。飲む。<laughs> <laughs> デートデート、うん、どうなんですかねああ、分かん。あじゃあ次ちょっと行っていいですか <laughs> 時間なんで。<laughs> そうですよラジオネーム、メイちゃんさんから、うん、えっと、リアスさん、山内さん、こんばんは。メイちゃんでございます。今は仕事から帰宅しきいております。お,<う>おありがとう。ツイキャスでね、いただいてますね。うん、徐々に慣れてきた ん慣れてきていって嬉しいですいつかゲスト出演もやりたいないやもう全然来てください本当<う>いつでも待ってますよ、うん、最悪2週取りでも大歓迎です <laughs> 出たいんですね出たいのかな <laughs> そして夏は海 <laughs>、うん、夏は海派山派陸派やっぱり海でしょあの青い空と青い海のコントラスト早くビーチパーティーでビールを形に 山内シージャーとリオさんと語り合いたいですな。こんな感じにね山内シージャーにキスされてるの白子さんじゃないかしらではでは最後まで放送頑張ってねといただいてますねこんな これはなん、いつの話なんですか。あ、もう、わかんないですよ。<laughs> めっちゃ楽しそうな写真が。これ、古君のビーチパーティーじゃないですかね。ねこれ後でちょっとあ、見せてくださいね。こんなのさ、めいちゃん、あの、おくんだよ。<laughs> 本当に。いや、めっちゃでも楽しそうよ。よ <laughs> あ、一応楽しかったよ、ね。うん,う,んうん、うん、うん。もう、乱れまくってますよね。ああ、なんかもう、本当はキスされてる。<laughs> 俺が。 ほっぺにキスされてます。俺がだよね。あ、そうそうそう。いや、いいな。そう、ビーチパーティーまでやったことないんだよ、私は。今年だから、フリームーンやるので、でもあれビーチになりそうなんだよなどういうことですか。プールになりそう。プール、いいんじゃ。あ、まあ、でも。ね、飲飲めるば。さす、飲め、飲めれば、もう。どこでも、山で海でも、宇宙でもいいですよ。宇宙か。頑張るか。宇宙で飲むか。宇宙で飲みましょう。 くねってポコポコってなるはずだから丸く無重力だからそろあ面白そうじゃない酔っ払って行ったらもう多分あれ飲めないよ <laughs> 目に入っちゃったりしてそうそうそう,そうはいということで今週もまだ時間は三十秒三十秒しかなくなっちゃいましたけど <laughs> あっという間だねあっという間の三十分皆さんお付き合いありがとうございました。 とということで今週も皆さん元気に頑張りましょうということでおやすみなさい。ババイバイ